おはようございます。セブライフの友です。種豚くんをバックにお手伝いさんについてですね。はい、前動画でね、お手伝いさんがここに来て、義理のお父さんのね、ファームでの、お仕事を手伝ってくれてるっていうね、若い青年がいて動画を撮ったんですが、その子がね、辞めましたというか、義理のお父さんがお家に帰したみたいですね。はい、で、まあ1ヶ月ぐらいいたのかな。うん、そうですね。でその子は今はねグレード9って言って、まあ、グレード1が小学1年生なんで中学3年生ぐらいの子ですね。でまあフィリピンね、まあ、田舎の方だけかもしれないですが、小学校に行ってない子もいれば、まあ、義務教育じゃないのかな、わかんないですが、飛び級とかもあって、で逆に日本でいう留年みたいなね、このグレードを次の学年に進めない、学力が足りなく進めないとかも普通にね、小学生とか中学生とかでもあります。うん、だからね、グレード9で中学3年生だからといって、その子がね何歳になるかは、何歳なのかは聞いてなかったみたいですね。うん、ただ、そのねマークジャン君ですねが、どこ行った、終わった。なかなかね、義理のお父さんの言うことを聞いてくれないというか、うん、まあそういう感じでね、義理のお父さんが昨日、お家に帰したみたいですね。はい、まあ何があったかというと、単純にね、これをやってっていう仕事ができない。うん、で、なんかこうなんていうのかな、例えば彼はね鶏の世話をね担当してもらってたみたいで、でまあそれはもう鶏の餌をあげて水をあげてで、掃除する、まあ、それだけなんですが、それすら1ヶ月経っても全然できなかったっていう感じですね。うん、まあ多分その作業自体はできると思うんですが、なんていうのかな、こうまあ自分の動物じゃないし、うん、適当にお世話しても大丈夫だろうっていうような考えだったんだと思います。はい、なのでね、まあ義理のお父さんがお願いして、で後で義理のお父さんがチェックしに来ると、餌与えてないじゃんとか水飲めてないじゃん、で鶏ってね水ちゃんと与えないと、喉乾いたりしてね、こう共食いっていうのかな、こう他の鶏をねチュンチュンつついたら血が出るじゃないですか。うん、まあそういう風にして共食いっていうかね、痛めつけて殺し合っちゃったりするんですよね。うん、ここだとたまにありました、前も昔も。でそういうことがあるので、うん、まあちゃんとお世話しないといけない。もちろんね自分たちが、お金を得るために飼っている動物なので、もちろんちゃんとお世話しないといけないんですが、まあお手伝いさんはそのなんていうのかな、まあ、責任っていうのか、まあ、うん、ちゃんとお金をもらって働いてるっていう感覚があまりなかったのかもしれないですね。うん、まあその他にもね、一緒に家に住んで、まあ、ご飯も与えて、で、なんだお世話をしてもらってっていう感じで雇っていたんですが、なんだろう、まあ仕事をねさっさとここら辺で、この辺のニワトリのお世話をね、ここでまあ2、30分ぐらいちょっと終わらせて、すぐにね村の方に行って、同じぐらいの年の子供たちと一緒に遊ぶことが頻繁。うん、義理のお父さんに何も言わずにね、もう終わったって言って、うん、友達はいないはずなんですが、まあ他のね村から来たので、まあ仲良く友達ができたんでしょうね。でその子たちと遊びに行っちゃう。で、うん、夜まで遊んで、朝義理のお父さんがファーム行くぞって言っても起きないとか、うん、ですね。うん、であとはまあ年頃なんでね、携帯いじるのも好きで、ずっとハンモックに寝転がって携帯をいじって、何か言われるまではずっとそういう状態。うん、で言われたこともできないっていう感じだったそうです。はい、まあね義理のお父さんもまあ心はかなり広いので、1ヶ月間ねちゃんともう毎日同じことを言って、でこれ昨日も言ったよ、できてないじゃん、そんなに難しいことじゃないです、水を与えて
餌を与えて掃除する、うん、でそれができなくて、まあ、義理のお父さんもね本当20、30にチェックしないといけない、一人でやってる方がまだ楽って言ってました。それにプラスね、その、まあ、まだ学生、中学3年生で多分年齢はね、18、19ぐらいだったと思います、うん、の子をね、まあ、親から預かっているので、そんな夜、勝手に出てって夜遅く帰ってくるとかもね心配じゃないですか、うん、でそういうストレスがあって、もう昨日ね、いやもう帰れっていうことで帰らせました。まあ、お父さんが連れてったみたいです、お家まで。でその時になってね、そのお手伝いさんは、いや帰りたくないって泣き出して、ごめんなさい、今までごめんなさい、何でも言われたことはちゃんとするっていう風に泣いて泣いて謝ったそうなんですが、もう時すでに遅しという感じでね、義理のお父さんはもう1ヶ月間ずっと、辛抱したけどやっぱりダメだったっていう、うん、感じで、お手伝いさんがいなくなりました、はい。まあまあ今はね、義理のお父さんもここのね、場所の一角を使って、義理のお父さんの弟が鶏を飼ってて、まあ2人でね協力しながら、お掃除とか、うん、お世話をしてるみたいなので、まあまあよく知ってる2人で、うん、兄弟なんでね、で昔も一緒に養豚してた、兄弟なので、全然一人でお手伝いさん、まあもちろんねお手伝いさんがしっかりしてくれればね、それで いるに越したことはなくて、家にいな、義理のお父さんは家にいながら義理のお母さんの面倒を見れるので、お手伝いさんが全部やってくれるに越したことはないんですが、まあそういうね、あんまりこうあんまり働くっていうことがまだわからない子が来るぐらいなら一人でやってる方が全然いいという判断になったそうです、はい、うん、ですね。まあお手伝いさんもね本当に人によりけりで、まあみんなよく言うのはね、山でね、山奥で暮らしてる子たちはあんまりこうなんていうのかな、ちゃんと学習、なんていうのかな、学習環境っていうのか、まあ、環境があんまり、うん、整ってなくて、それのせいでねちょっとこう怠けがちというか、あんまりこう約束も守れないとか、まあそういう風に言われがちなんですが、自分は全然そんなこと思ってなくて、働く人はめちゃめちゃ働きますし、働く人の方が多いですね、うん、ただ中にはねそうやってまだこう子供の感覚が抜けてない子とか、うん、ちょっとこう、うん、まあわからない子もいるっていう感じで、前回自分が雇った子もそうだったし、今回の子もまあ2人連チャンでね、お手伝いさんはあんまりなんだろうな、働きたくなかったというか、まあまあ、ね、一緒に働けないことになりました、はい。ということで、お手伝いさん探しも難しいですね。今回の子に関してはね、自分で働きたいって言ってきて、で帰る時にはごめんなさいって言って泣きじゃくって、だったらもうちょっと頑張って働いてよっていう感じでね、うん、残念でしたという感じです。それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。この間ねコメントで、あれともさん太りましたって来たんですが、絶対に太ってますよね。全く運動してないので、で好きなものばっかりたくさん食べてるので順調に太っていってます。運動しないとダメですね、はい。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。